アクションカメラで撮った映像のクオリティを上げたい人、必見です。どうも、IFFPP です。今回は私がよく使っているソフトウェア、リールステリー GO とジャイロフローを紹介します。今回紹介するソフトウェアは2つ。1つ目は GoPro 専用のリールステディ GO、 そしてジャイロフローという2つのソフトウェアを紹介します。今こちらで流れている映像は GoPro で撮った映像にリールステディ GO というソフトウェアを使ってスタビライズをかけた後の映像です。リールステディ GO というソフトウェアはどんなソフトウェアかというと、 GoPro で撮影した動画を簡単にスタビライズしてくれるとても使い勝手のいいソフトウェアです。ジャイロフローというソフトウェアは GoPro 以外でもいろんなアクションカメラや一眼レフカメラなどをスタビライズできるソフトウェアになっています。非常に使い勝手が良く、すごく綺麗にスタビライズされるので私はとても気に入っています。なので今回は2つ簡単に紹介したいと思います。リールステディというソフトは現在は GoPro の GoPro プレイヤーの中に吸収合併されてその中に入っているようですが、今回は私が使っている旧型のリールステディというソフトを紹介します。リールステディというソフトの特徴ですが、GoPro で撮った動画を後からスタビライズすることになります。なので GoPro で撮るときはハイパースムーズなどの手ブレ補正をオフにして撮影する必要があります。現在の GoPro ではハイパースムース 4.0 や 5.0 などとても強力な手ブレ補正が入っています。なのでそちらを使われてもいいんですが、それよりもスムーズに後からパソコンでスタビライズしたいという場合はリールステディ GO も選択肢になると思います。スタビライズのソフトはどういう原理でスタビライズしているかというと、動画を収録すると同時に中のジャイロのデータも収録します。右に動いたり上下に動いたり傾いたりっていうジャイロのデータを同時に収録していて、そのデータごとソフトウェアに取り込むことでそのジャイロの動きのデータを使ってスタビライズを後からソフトウェアでかけることができるというソフトになります。スタビライズをするとある程度クロップされます。クロップされるので、画角が狭くなってしまうんですね。なので、広い広角で撮って解像度も高い解像度で撮る必要があります。それではどんな感じで使うのか画面で説明したいと思います。それではリールステディ GO でスタビライズ処理をやっていきたいと思います。まずはロードビデオボタンを押します。そして今回使用するファイルを選択します。そうするとここにファイル名が表示されて、しばらくすると画像が読み込まれますので、しばらくお待ちします。まずオプションの設定をします。スムースレスの設定とグリッピングスピードの設定ですね。スムースレスっていうのがスムーズさ、はいかローか。グリッピングスピードっていうのは処理のスピードですね。こちらを設定していきます。私は基本このまま触らずにやることが多いです。そして次にスタビライズさせる範囲を設定します。青い部分を動かして、はい。そしたらセーブビデオボタンを押します。はい、出来上がったファイルがこんな感じです。次に紹介するソフトウェアはジャイロフローというソフトウェアです。先ほど紹介したリールステディと違い、ジャイロフローは GoPro 以外のカメラでもスタビライズをかけることができます。こういう DJI Action 2や、他のカメラなど
ジャイロのデータがあるカメラであればスタビライズすることができます。ジャイロフローというソフトウェアはオープンソースのプロジェクトになっていますので、GitHub からダウンロードして誰でも使うことができます。ジャイロフローというソフトウェアの特徴ですが、リールステディと一緒でジャイロデータとカメラのデータをリンクさせてスタビライズするソフトになります。リールステディ GO と違って調整できるパラメーターがとても多いので初めての方は少し難しいと思いますが、基本的なところさえ押さえれば、簡単に使用することができます。それではこちらのジャイロフローというソフトも簡単に使い方を紹介したいと思います。それでは次にジャイロフローについて説明します。ジャイロフローのウェブサイトに行っていただいて、このリポジトリボタンですね、リポジトリボタンを押すと GitHub のページに遷移します。インストレーションのところのリリースバージョン 1.2.0 を使っています。 Windows なのか Mac なのか Linux なのか対象のプラットフォームのやつを選んでインストールすることができます。まだ先ほどと全く同じファイルをスタビライズしていきたいと思いますので、ここにドロップします。ドロップすると読み込まれますんで、簡単な使い方を説明します。まずはスタビライズする範囲を選択します。ここからここまで、はい、この画面で選択します。でここのボタンでスタビライズありなしの変更ができますので、ちょっとやってみましょうか。こっち、そしたらパラメーターの設定をしていきます。今完全にデフォルト状態ですね。このアドバンスドのところのランゲージのところをまず日本語にしていただいて、このあたりのパラメーターは本当にいろいろセッティングできます。自分の好みでいろいろセッティングしたらいいと思いますので、今回説明がすごく長くなってしまいますので、今回はデフォルトのままでいきます。そしてエクスポートボタン、はい、これを押します。そうするとレンダリングが始まりますので、しばらく待ちます。それでは再生してみましょう。はい、こんな感じでスタビライズされています。とてもスムーズですね。いかがだったでしょうか。リールステディやジャイロフローなど後からスタビライズするソフトウェアもこの世の中には存在します。アクションカメラの中にある手ブレ補正もかなり強力なので十分使えると思いますが、よりクオリティの高い映像を作りたいとか、より滑らかでヌルヌルとした映像を作りたいっていう方はリールステディ GO やジャイロフロー試してみるのがいいんじゃないでしょうか。今回はとても簡単に使い方を紹介しましたが、詳しい使い方や操作方法などはインターネット上の記事や YouTube にもたくさん上がっていますし、公式のウェブサイトやジャイロフローであれば GitHub のサイトとか、英語ですけどいろいろ使い方も載っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは山登り、スキー・スノーボード、ドローン FPV など価値ある情報を配信していますので、よければチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。